おはようございます。クラシックギタリストの高橋義太郎です。今日は、「男はつらいよ、おかえりトラさん」。こちらは2019年に公開された「えー、男はつらいよの」の、まあ、50周年記念作品というふうになっております。まあ、シリーズとしては50作目と、えー、こちらの感想を述べさせていただきます。<laughs> まあ、当たり前といえば当たり前ですけれども、まあ、みんな年を取ったし、 えー、あとはちょっとその変わりようですね、えー、まあ、あのー、48作目からすると、約25年ですか、いうふうに経ったという形になるので、まあ、だいぶ変わったなというねのが、まあ素直な感想です。ままあえー、例えばですね、まあ 倍賞、えー、千恵子さんなんかは、まあ、完全におばあさんの顔になりましたけど、まあ、でも声は変わらないですね、声はすごく張りがあって、あのー、以前とあまり変わりがありませんでした。えー、広志役の前田議員さんはですねあの意図的なのかちょっと何なのかわからないんですけれども武将ひげのようなものを生やしていたんですね。うんまあ、素直にかっこいいとは思えなかった のでまあ、剃って小ざっぱりした方が良かったんじゃないかなというふうには思うんですけれども政策、まああのー、側の意図であえてそういう武将ひげのような感じで、まあ、ちょっと、あのー、だらしないというかちょっと緊張感のないようなあの顔つきにしたのかなというふうにちょっとこちらとしては受け取りました。えー、とあとはですね 三男役の吉岡秀隆さんですね、まあ、私はですねそんなあのたくさんのドラマとか映画とか見てるわけではないので、吉岡秀隆さんの,その25年の間に演じられてきた映画,です映画とかドラマですね、えーまあ、それもちょっと見てないので、その間の変化というのを見ていないので、えー、25年前と比べるとという形になりますけれども、 25年前は何というか目が細い人っていう印象が私の中ではあったんですね。人絵で目が細い人っていう印象があったんですけどもこの作品になると何か急に目が簡単に言うとギョロッとしているっていう感じですね。であとはあの病気なのか何なのかわからないんですけどちょっとですねあの写真のようなあの、えー、と目の向く方向がちょっと。 あの斜めを向いているかのようなあの印象を受けたのであこの期間に何かあったのかなというのがちょっと正直な感じです。目がかなり大きくこうなっています。声とかはあんまり変わりない感じですね。えー、と見た目だけがこうちょっと年を取ったと、中身はそんなにこう変わったような感じはこうないようなあの印象を受けました。はい、麻生かるりこさん、ねえー、少し で出ていますけれどもあのー、昔からこう発音のいい方という感じはしました今あのー、この作品でも発音はあのだいぶいいですあのー、いいんですけれどもえっとちょっとで口の奥から発音してるような感じになりますあのー、あああってこうあはパッと出るというよははははは,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 はっていう感じのまあここまでひどくはないですけどもちょっとまあそれは、えー 年月も経てばそういうふうになるのかなという感じがこうします。はい。えー、まあいうところですかね。えー、あ、一番とにかくあのー、変化が驚いたのは、えー、泉役の後藤久美子ですね。あのー、この方が一番変化がちょっと私の中では、えー、激しかったです。まず、えー、声が 全然違いまますびっくりしましたあの女の人も声変わりってあるんだなって思うくらい多分ね目隠しで聞いたら別の人って思うと思います昔の極みとその2019年の極みで声聞き比べたら同じ人とはとても思えないくらいあのすごく低声が低くなってますはいあのびっくりしました全然違う声ですあとは顔はねまあ,あ それは変わるのかなっていう感じはしますけど昔は丸っこい顔だったんですけど今はこうゴツゴツっとした顔になってるのでまあそれもまあ年月経てば確かに変わるのかなという感じがこうしました。はいねみんな変わるよと言われればまあそういうのをこう感じる作品。 時の変化をこう味わうような作品と言われればそうなのかなという感じがしました。はい。作品ですけれども、まああのまあ、久しぶりにね、えー、まあ、その男は辛いを見れて良かったという人もいれば、これは違うなという人も、まあ賛否両論これ多分分かれる作品だろうなと見ててこう感じました。で、まあ多分はい。 簡単にこう賛否がこう分かりやすいなと思ったのはオープニングですね。えー、とそれまで25年前までは渥美清さんがこう主題歌を歌ってたじゃないですか。それが今回は桑田佳祐さんが歌ってたんですね。まあ、すごくファ,ンだファンであるというのと山田洋次監督がオファーを出したということはあると思うんですけども。まあえー プロの歌手さんで「男はつらいは好きな人それはたくさんいると思うんですけれども、うん、明らかにこう歌い方に癖があるんですねえっ、ー、とそのう音符を出すところよりも早く歌ってちょっと崩した歌い方、うん、になっているというところがあったので、うん、歌い方が明らかにこう違うと、まあ、桑田佳祐の歌として捉えればまあありでしょうけれども うん、男はつらいの主題歌としてという意味ではどうなんだろうと、えー、とおそらく、えーとまあ、見ている人の何割かはあの、かつての音源でいいから渥美清さんの歌でオープニングを迎えてほしかったという人はおそらくいたんじゃないかなと、まあ、ここでもうはっきり賛否は分かれるんじゃないかなというふうにはこう思いました。はいえっ、ー、と 話の、まあ、筋としましてはですね、つ、え、男、ー、はまず脱サラをして小説家になったと、まあ、小説家で飯を食うってやっぱり大変なことなんじゃないかなというふうにこう見てて思ったんですけれども、かつてはね、えーとまあ、それほどこう偏差値の高くない大学といったらちょっと失礼かもしれませんけれども、えー、そういうところから、えー、靴屋の営業職に行って、 まあそれをしながらこう小説をまあ書き始めたんでしょうねそしてまあえ今では小説家一本になったというような設定のようですまあ小説家で飯を食うって本当に大変なことではないかなと思うんですけどまあ、それでもなったというところはす、まあ、あの作り話とはいえねすごいなという感じがこうしましたはいで、えー三尾にはご あの泉、御国ではない方と結婚されて、それで娘さんもいたというところですけれども、その奥様は、えっと、数年前に亡くなられたということで、その法事が虎屋で行われたというところで、まあ、話がこう始まります、それでこう久しぶりにこう、ひろしとかね、さくらなどと会いながら、思い出話にこう花を咲かせたと。 いう形で,すで、えー、後日ですね、えー、光男のその小説の出版に際してね、えー、本屋さんでサイン会が行われるとでそこで、えー、たまたまふ、えーまあ、普段はヨーロッパに住んでいる、えーまあ、国連の関係の仕事をし,しているというその泉が日本に来てですねその本屋にたまたま立ち寄ってそのサイン会をしているときに立ち寄って で久しぶりのこう再会を果たすというような、えー、流れになります。えー、三つ男と、えー、泉が久しぶりにこう再会すると。ねで、えーまあえー、喫茶店などで話をしつつ、えー、そして、えー、トイアでも話を咲かせつつという形になりますけれども、でまあ、次の日ですけれども、えー まあ泉がね、えー、泉のお父さん、まあ、老人ホームにいるわけですけどもちょっとお見舞いに行くという形にこうなっていますうんまあちょっとそこでちょっと私としては、うん、いる描写だったのかなと思ったのがその泉のお父さんがえらいお金に執着していて、えー、三雄からお金をせびるというところがこうあったんですけど何のためにその描写があったのかなというのはちょっと私にはよく分かんなかったし、うん、まあいるちょっと 考えさせられる場面ではこうありましたで、えーまあいざ、えー、泉がですねヨーロッパの方に帰るというところで空港で見送りをしたんですけれどもまあそれまで、えー、と三男は泉に対して奥さんがいるような設定で話をしてたんですね亡くなっているということを言ってなかったんですねそれがあの帰る間際になって、まあ、奥さんは今いないんだと。 いうことをこう言ったわけです、うん、そしたらなんかこう泉は泉で別の、えー、と旦那さんがいて子供がいるという立場ではあるんですけれどもそのなんか三尾の方に奥さんがいないということを知って感極まったのか急にこう、まあ、抱き合ってこうキスをするというふうにしてでそれで結婚するわけでもなくて、まあ、それで、まあ、帰っていくと。 まあ飛行機に乗るとで、えー、あとは思い出にふけて、えーまあ、終わりと。うん、で、えー、とこの「男がつらいようにしては初めてですねエンドロール」というのが流れてそこでは渥美、えー、清さんの、えー、歌声が使われているという形にこうなっています。こう全体としてはどうなんですかね。だからこう、まあ、泉と えとまあ、光男が最後、キスをしたわけですけどだからといって結婚するわけでもないので、振られたというわけでもなく、結ばれたというわけでもないので、こうなんていうか、えー、と以前の、ねえー、男はつらいようだと、ら、えー、さんは豪快に振られて、えー、新しい旅に出るというようなことは多々あったわけですけれども、そういうわけでもないと、振られたわけでも結ばれたわけでもないと。 いうところがうんどっちなのかなというのがちょっと分かりづらい感じではありましたうんでまあなぜキスをしたのかっていうのもちょっとまあ理論理屈ではないかもしれませんけどもそこもちょっと、うん、なんでだろうなと、うん、まあはたから見ればこう不倫ではないかと言われてもこうしょうがないようなこう場面だったのでねちょっと分かりづらいなというところがありましたななんとなくこう うん日本映画というよりはこうふわふわっとしたこうフランス映画を見ているようなこう特に結論とかが何かあのいいとか悪いとかそういう分かりやすい、えー、結論があるわけではなくて見る方にこうなんか判断を委ねるようなこうフランス映画をこう見ているような、あのー、感じがありました。うんまあ、あ,あと ですねまあ、最後、エンドロールがこの作品で初めて真っ黒い画面にこう役者さんの名前とかスタッフさんの名前が出るエンドロールだったんですけども男はつらいよっていうとこう必ずラストシーンは美しい日本の景色をバーンと映してそこに終わりとこう出るともちろんエンドロールはなしというところがあったのでうーん、まあ、何かしら、ね、美しい景色をこう出してでも良かったんじゃないかなと。 まあ例えば飛行機に乗るんだったらそれを見送って綺麗な空を映して終わりでも例えば例えばですよそれもありだったのかなという感じはしますけれどもうんまあところどころにね寅さんの過去の名シーンなどを流してこう寅さんを懐かしむシーンはあったんですけどまあちょっと、えー 映画の主眼がちょっとどこに行ってるのかっていうのはちょっと私には分かりづらいかつてを懐かしんでるのがメインなのかつ男の現在を描いてるのがメインなのかちょっとそれがこうまあ分かりづらかったなという感じはしますで見ててこう感じたのはまああのこの「男はつらいよ」だけじゃなくてこう長く続いたシリーズとか長く続いたことってあったと思うんですねでもそれは夢あの夢 あい,いい作品だったなとかこういい思い出で終わったものはそれで完全に終わらせた方がいい場合もあるのかなというのをちょっと感じました例えばこれじゃないんですけれども「あのアメリカ横断ウルトラクイズ」ってこう私こういい番組だったなというふうに思ってるんですけどもすごくいい夢を小さい頃見させていただいたなというのがあるんですけどじゃああれがこう今 もう一回復活できるかって言ったらこう時代的にこうまあほぼ無理ではないかなというふうに思うんですねうんもし無理やりやったらもう全然違う番組にこうせざるを得ないかなというところがあったまああると思うんですよだからこう夢はこう夢のままでこう終わらせてもいいのかなとでこの「男はつらいよ」もう私としてはどちらかというとやはりそちらの考えですねこの作品を見終わった後に感じたのはうん やはりこう,うーん申し訳ないですけど、悟みはあの時の悟みのイメージを我々持って、あとこう静かにね今、実際にこう女優業をほぼやってないわけですからそれでスイスの方にこうね暮らしているわけですからまあ、それでもいいのかなとで夢は夢のままでこういい夢のままでこう終わらせておくというのも手なのかなという感じはしました。まあそれでもこうあえてね、えー、と まあ姿形が完全にこう変わっている面々を見て現実はこうだよというのも見せるというのもまあ一つありなのでまあどちらが正解ということではないと思いますけれどもまあ,あのちょっと考えさせられるでもし続けるんだったらやっぱりこう続けていくというのが大切かなとそれはこう今自分もねギター教室というのをやってますけど まあ、ちゃんと続けることの大変さとか、うん、もし続けるんだったらちゃんと続けるという強い意志を持つことの大切さというのもちょっとこう、えー、考えさせられるような、あのー、作品ではありましたただまあそういうおそらく賛否両論が出るというのはあのー、山田監督はじめね、えー、皆様、えー、分かっての上でのこう、まあ、作品公開だったでしょうから まあそのね、えー、作品を公開しようと、そして作品を作ったというところに対してはね、ねやはりこう敬意を表したいなというふうにこう思います、うんまあ、男は辛いようで、あと感じたのはあの、この作品はまた別なんですけれども、あのまあ、その48作品の方ですね、では、その先ほど申しましたように、美しい日本の景色というのをたくさんこう見させていただきましたあ、日本にはこういうところもあるんだなと。 でまあ今ね、ねちょっとこういうご時世ですからあの私はこうあまり外に出歩いてはいないんですけれどもまあ,あのまたね状況が落ち着けばですね日本、まあ、世界も含めてですけれども日本、世界といろいろ旅していきたいなというふうにこう素直にこう思いました、うん、で今まではこう旅をするっていうとなんかすごいビルとかすごい施設とかそういうい人工的なものと言ってるんですか、ね、きらびやかなもの ところにに行きたたががるような傾向が私にはこうあったんですけど、まあ、今もそれ全くないわけではないんですけどそれよりもあのすごく雄大な景色とかですねあなんか自分なんかちっぽけな存在だなと思わせてくれるような、うん、そういう,こう自然豊かなところ景色の美しいところ、まあ、国内国外含めて両方ですねこうそういうところにあの今後はこうたくさん行ってみたいなという気持ちにこうさせてくれる。 映画、えーまあ、だったなとで今後そ,そういうふうに、まあえーまあ、定期的にね、えー、足を運んでみたいなという風にこう思いました、はい、でまあ「男はつらいよ」もまたね時期を置いて改めて見るとまた違うことを感じるかもしれないのでまたこう時間を置いてね「男はつらいよ」をもう一回こう見直していきたいなという風には思っておりますまさかでも私がねここまでハマって YouTube でこう 作品紹介するというふうには思っていなかったので、まあ、少しこう考え深いものがこうあります。うん、あのすごくまあ心も豊かになるし、すごくあのいいものを見させていただいたので、こう男はつらいようにはすごく感謝しております。はい、それではね、今日も一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。